お互い、ゲームを作り始めて15、6年経ちますが、そうですね、いろいろお互い作ってきた中で、はい、私、まあ、スマートフォン、あ、そうスマートフォンに、はい、移籍されましたよね。移籍されました。移籍なのか島流しなのか分からないですが、あのスマゲーを作りまして、はい、でこのタイミングで柴さんもスマゲーをついに手掛けられて、はいはい、そうですね、ドラゴンクエストモンスターズ、はい、スーパーライトというスーパーライト作りましたね。やらせていただきました、はい、どうですか率直に。おもろいですね、うん、おもろいですね。何か面白いですか。手応えがめちゃおもろいです、ね、ライブ感がね、ライブ感がある。もともと僕ね、まあ、知ってる人は知ってますけど、そのライブ感のある、まあ、アーケードロード・オブ・バーミリオン、そうですね、ロード・オブ・バーミリオンシリーズ作ったりとか、うん、あとはネットワークゲームもね、そうですね、ネットワークゲームも作ってるんで、ディープス・ファンタジーとかね、うん、やってましたけど、まあその流れの延長上ではやってるんですが、うん、同じ手応えというところと、あとちょっとびっくりするのが、やっぱり、うん、アーケードそこそこ売れたとしても、うん、会社の中でやりましたって言うとそんなにない。スマートフォンって ねもう今や誰もが持ってるから、やってるから、うん、なんか全然普段話さない IR のお姉さんに課金3000円しましたよとか言われて、うん、これはどっちなんかなと、俺のことを誘ってるのか、うん、それか本当にこうゲームが広くなってるかどっちか分からないですけど、まあそういうことどっちもあるじゃないですか。どっちもあるんですかね。いやどっちもあるでしょう。課金3000円したか、その分それあなたのゲームも好きだし、うん、そのゲームを作ってるあなたも好きですよみたいなことになるんじゃないですか。これ以上話すとやっぱここ使えない方になると思うんですよね。実はそのローンチした次の次の日、ロード・オブ・バーミリオンのイベントはあったんですね、うん、あったね、土曜日にあって、うん、あったで名古屋にゲーセンひょいって言ったら500人ぐらい集まんねんけど、うん、僕の顔してるコアユーザーがいて、うん、その人らに言われて、あ、やってますよ柴 P、 めちゃめちゃおもろいですねって言われた時に、あ、よかったって。うん、そうね、あなたロード・オブ・バーミリオンの上位ランカーのこととても大事ですもんね。交流もすごいするしね、はいはい、実はあれでしょう、あの人たちってあなたの昔中学校の時とかの自分を見てるでしょ、あの人たち、はい、そうですね、そっくりですし、俺はあのハードで見てて、はい、中学校の時学校終わったらゲーセンに直行してたら、はい、あなたをこうなんか投影してるんやけど、ね、なんかバーミリオンのファンと交流する時って自分と対話してるみたいなことってないですか。あるあるある、うん、確かに、ね、中学の時とかね、うん、ずっと行ってたもんな、ゲーセンな、郡園の行ってた、うん、寝屋川のやつも行ったし、行ってた行ってた、あの森昌司のゲームも行ってた、行ってた、安かったから、ね、当時はさ、あの1プレイいくらかみたいなのをすごく、うん、まあ、今でもそうなんよ、みんな、あ、そう、やっぱ面白くて、やっぱ50円のところのさ人が行ったよね、うん、わざわざね、うん、急行止まらん駅、うん、行った停車でね乗り換えて行って、クイズ殿様の野望とかずっとやってたよ ね、 たよね、で攻め込んでたね、そう攻め込んでた、寝るひばりにしてくるっつって言ってたやったけど、はい、あなたはずっとバリバリスト2とか、そう全国大会とかもねやってた、行ってたよ、ね、予選とか行ったりとか、うん、行ってたんで、その人その経験があるからやっぱり作ってる部分はあるし、まあおっしゃった通りあの時の自分が喜ぶことを大体やってるのがロード・オブ・バビル、うん、なるほどね、嫌い綺麗な絵が出てくると嬉しいとかさ、うん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 、ちょっと萌え絵がいいとかさ、そういうのも含めて、確かに、はいはい、うん、ゲーム作ってると何でも楽しいんや、うん、人のゲームやってもおもんないゲームでもなんでおもんなくなってんやろって考えるのもすごい楽しい。いやでもただ昔の自分に対して作ってるっつって、昔のあなたのことをちょっと思い出したけど、いやちょっと癖強いよ、癖強いよな、強い、もうちょっととっつき悪いよね、今でもあなたとっつき悪いイメージあるけど、相当丸くなったでしょ、丸くなってるもん、もう友達なかったよね、はい、うん友達いなかったからゲーム作るっていう習慣。そうね、あのそうなんよね、ゲームって当時そうお互いやけ友達あんま少ないとか、その中でもゲームの面白さ分かってる連中で組んだりとか、うん、あとプログラマーなんかはプログラミングすることがコンピューターと対話してるから、普通の人とコミュニケーションできへんけど、うん、コンピューターとコミュニケーションして会話していこうみたいなんで、うん、ゲームを作るみたいなのが、うんうん、今のゲームクリエイターの入り方とちゃうよね。ちょっと違う、今やと、うん、なんかなんやろ FF かっこいいとか、そう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 、いけてるけど、ね、なんか友達おらんのみたいな感じでなんかこの面白さをなぜみんなわからんかなみたいなフラストレーションってすごくあったよね、うん、あったあった。俺らってさ、もうやってることがなんかもう反社会的というか、そういう感じやったよね。そうやね、うん、あの面と向かってゲームが好きとかアニメが好きとかっていうのは言われへんくて、隠れキリシタン的なところあったよね。まあ、そう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 、あったあった、まあ、俺は隠れてなかったからあかんかったけど、なんかこれはどう考えてもちょっと言えへんな、うん、面と向かって同級生の他の同級生にはみたいなのがあって、こそこそやってたよね、うん、そもそも
なんか俺ゲームって、まあ、アニメとか、うん、そのそういうエンターテインメントってそういうところがあると思ってんの、うんうんうん、未だに、うんうん、これだけ今ってね、うん、ちょっとあなたも実感あると思うけども、アイドルの子とか、うん、グラビアの子とかが私ゲームアニメ好きなんですよっていうのを売りでメディアに出てきたりとかするし、まあね、声優さんとかそもそもゲームのイベントに来る子ももう本当にあの社会的に見てもバランス取れてるやんみたいな見た目も中身もっていう子が多いけど、果たしてなんかそうなのかなって、それだけなのかなって、だん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 その市民権みたいなのを得てきたっていう一方で、相変わらず中学校の時の俺らみたいなやつを救済 せねばいかんのではないかって、そうですね、なんかちょっと偉そうなことを言うと、大きく言うと、あでもそれをもっと落とし込むと、はいはい、中学の時の 俺らは 今俺らが作ってるものに対してなんて言うかなみたいな辛口やん、そう辛口、ボロカスやん、中学生はほんまに辛口、だからあの時にちゃんとかあったらもうずっと張り付いてた、張り付いて駆け込みまくるやん、うん、でも思うねんけど、なくてよかったと思って、書き込まれへんかったから、そう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 、それが宿題されて、それはある、今の仕事できてるから、それはある、声でかいな今な、うん、俺な、でかいでかいなんかこう込み上げるものがあるよね、ある、あのあそこ2チャンすらないから、はい、より鬱屈して、はい、貯めたものをずっと持ち続けて創作に行ったっていうところはあるかもな、創作の話やめへんか、創作の話やめへん、やめへん、そう中学の時にね、そう創作したんですよ、まあまあまあ、当時ね、あの世相的には89年ぐらいですからバブルだったんですよ、そうで、お互いそうや、お互い父親が自営業やってまして、その時ね、もう父親も両方とも調子乗ってて、バブっとったな、バブったんですよ、まあ見事に弾けて大変なことになるんですけど、しおしおになりますね、僕は家取られましたか、うちも家取られたよで、去年取り返したぐらいよ、あまだ取り返してない、頑張って父親80近くまで働いて取り返したよ、マジで銀行の抵当取られててこってこてなってる、こってこてになって、そう、そんなこともあったんですが、うん、一番なんか羽振りが良かったから、ね、みんなファミコンとかスーファミの時にお互いね98、うん、家にあったのよね、あったあった、まあ俺はなかったけどね、兄貴が持ってた、兄貴のやつね、兄貴はちょうど大学生ぐらいだったね、うん、その頃ね、だからその98があったから PC で遊ぶシミュレーションゲームとか、うん、割と思考系のゲームとかはやっぱり自分のターン回ってくるまで圧倒的に早かったもん ね、ファミコンの信長の野望が自分の戦略ターン終わって帰ってくるまでコン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 って回ってたところを98はクルクバーンって戻ってきて、それだけでも未来先取りな感じがあったから、だいたい週末ぐらいになるとね、どっちかの家に、だいたい安藤さんの家に泊まりに来て、昼からゲーム立ち上げて、三国志2とか4人で信長の野望の当時は戦国群雄伝とかかな、うん、それを一人ずつね、お前ち覚えてる PC があって、こっちにファミコンあって、はい、4人でゲームをやって、まあ、信長の野望とか分かってると思うんですけど、自分のターン時に人の人がのぞ、うん、まあ、人は敵やから、うん、あの敵やから、そうカードの内側が見えるからね、まあ、その間は自分のターン来たらこっち向いて漫画読むためにで、その間に漫画読んだりドラクエやったりしてた、そう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 、あのドラクエも立ち上げてたよね、そうドラクエの4とかよね、4をやりながらターン終わったら、まあ、あの今川良純さんみたいなそう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 っていう感じだったよね、あれはでもあなた強かったよ、強かったな、うん、とんでもない戦法をね、イナゴ作戦的な、イナゴ作戦と言われるのを思いついてね、だいたいイナゴ作戦って、だいたい信長の野望ってね、あの要するに直轄領とか、うん、自分の領地が増えてくると全部面倒見るんですけど、あなたはそれを全部一つにまとめて、はいはい、もうかっこ撃破で、そうですね、だからあなたが取ったところって空白地になってくるんだよね、そうそうそう、ペンペングさんも入れないみたいな戦いがあります、取ってその国から略奪しまくんの、略奪して税収、民衆とかも、でもうお金巻き上げて兵を蓄えてその国を捨てるっていう、ね、ほんで誰かが取らざるを得ないっていう、で取ったらひどい国になっててそうそうそう、あれはすごい発明やったよ ね、あれ一世風靡したよね、あの戦い方ね、うん、何の話やったっけそう昔に遡ってっていう、はいはいはい、ゲーム蓄待してた時代があったから、うん、あったよね、あったから、まあこういうもの作れてるっていうのがあって、で昔の自分に対して作ってるっていう、だからね、なんか若い子ってまあおっさんみたいな方だけど、うん、かわいそうやなと思って、2チャンネルとかで吐き出せるし、ニコ生とかで表現すぐできてまうから、うん、あるしね、うん、
からなんていうのかな、その俺はねそのまとめサイトとかもよく見るし、うん、当然まあ見るじゃないですか、2チャンネルとかで、まあ割と炎上したりとか、まあわざと炎上させるのはよくないけれども、うん、自分が手がけたものとか、うん、自分が言ったことに対してわーっと言われるのっていうのは悪口だってもう、うん、あの嬉しいのよね。なんか好きの反対は無視やからな。そうそう、嫌いって好きの反対無関心なんですよ。そうなんです、好きであるやればあるほど嫌い増すじゃないですか、うんうん、だから25年間の付き合いですけど、うち5年ぐらいは口聞いてないまたその話、うまいことつなげるなお前は